阿ワ津駅は石川県小松市仏町にある西日本旅客鉄道北陸本線の駅である。本港ではかつて接続していた北陸鉄道阿ワ津線、新阿ワ津駅についても述べる。ホーム島式ホームに面に温線と貨物列車用であった側線を有する地上駅。線路東側に開業当初からの木造駅舎が残る。駅舎から各ホームへは 地下道で連絡している。エレベーターは設置されていない。小松駅が管理し、JR 西日本金沢メンテックが業務を受託する、業務委託駅で緑の窓口も設置されている。かつて、下りホーム、小松駅寄りには、小松関連工場専用の出入り口があった。現在は撤去されている。 2019年度の1日平均乗車人員は1291人である。石川県統計所と小松市統計所によると近年の1日平均乗車人員は以下の通り。付近には小松関連の工場が立ち並んでいる。駅前に合わず駅前バス停がある。合わず線路乗り換え駅であった。島式ホーム一面2線と隣接する駅舎を有していた。電車は 駅舎側の線路への発着が多かった。駅跡地は、淡津駅前ロータリーの一部となっている。なお、当駅から駅前ロータリーを横切り、カーブして、淡津温泉方面へ向かう線路跡は、生活道路となっており、地図上でも容易に確認が可能である。新淡津駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。